はいどうも、ジュリアスでーす。ゴースト・オブ・ツシマ・レジェンズ。クロード・キタン・マルチプレイ。続きやってきまーす。今回は九死でね、白銀はクリアできたんで、黄金をやっていこうかなと。ついに。もう現在ね、適正レベルも96まで来たんで、痛ましい話です。十分やっていけるでしょう。霊源新たかなカシネの森は、戦に倒れた武士を傷んで植えた木々からなるという。しかし今猛虎がこの森にある木々を切り倒し船を作ろうとしている。捕らえた対馬の民を乗せて遠い異国へ連れ去るための船だ。クロードは死した武士の魂と哀れな民のため立ち上がり、吹きすさぶ大風のごとく猛虎兵に切りかかった。お、よろしくお願いします。まあみんな黄金なんで手慣れてるでしょう。おお、もういきなり、ああ最初は全部いるんだな。まずはウェーブじゃなくて全部倒せか。痛いよ。クロードは敵を影に沈めた。おいおいおい、おお、皆さんうまいよ。さて浜を、あ違う、うぅ、痛え。誰だ、弓野郎。痛えじゃねえか。回復だ回復。それで船に向かって、最初のね、これ1回目だけは時間っていうかウェーブじゃないんで、ウェーブの始まる前なんでね、とりあえず殲滅して拠点を確保っていう感じですね。ここで飛び道具を拾っとけってことなのかな、もしかしたら。助かった。かたじけない。ふう、こういうのね拾っとかないとな。寄らない程度に。敵の掩蔽が近づいている。はい、崖だな。まずはこの崖、船、浜のね3つを拠点として守るっていう感じですね。25ウェーブまであって、途中でボスが出てくるのかな。途中いや船だ、私は船に行こう。来てすぐだけどみんな強かった。おお、浜も来てるな。目にも止まらぬ早技だ。おい、余裕だったな。これをまた準備しとこう。一番最初の辺は樽がいらないのかもな。結構余裕だな、みんな強いわ。
クロードは敵を退けたが、これでしまいではない。私はこっちの準備を行っとこう。クロードはふと気づいた。おい船ね、任せんしょい。あんまりそっち知らなかったな。おい、死は彼方から敵の体を貫いた。おい、おい。で崖が大変なことになってるな。浜もか。次浜は2人向かってるから崖の方を助けよう。敵の体から不意に命が消えた。闇ガラスつき。いい、ナイス。あ、浜ももう終わってるな。敵の足音が少しずつ近づいてくる。ここか。次浜に来てるな。いてえ、いてえ。撃たれた。すまねえっす。あら、イザナミ溜まってないのかな。おい、センキューです。クロードは傷ついた仲間を捨ておきはしない。おう、危ね。うん、うー、危な。ボーナス達成できなかった。うー、強いんだってば。最後に敵を切ると辺りは静まり返った。この敵は逃げも隠れもせん。浜か。ああ、崖だ、崖。おお、クロードの前にムクロが次々と積み重なる。うんうん。次は浜か。ロードの兵具が的を射抜く。よし、浜に行くぜ。
クロードは。こいつが強いんだよ。たまに。次は船あたり来そうだな。イザナミにね自動回復をつけてるんで、災いが待ち受けていることクロードは悟った。あ、まか。イオのたたり爆発するムクロ。痛い痛い痛い。いい。崖か。崖だ崖。崖を登るのじゃ。船行ってきまーす。みんな早い。なんとかなったな。まだ行くでない。おい、これなんか飛べないんだけどな。なんでこう2段階になっちゃうのかな。敵の遠兵がやってくると知ってクロードは腹を据えた。クロードに狙われたが最後敵に逃れる術はない。崖だ崖。やっぱね2人いたら安心だよな。うお、浜にも来た。先駆けだ。の灯火は静かに消えている。うわ、やーべ、僕が死にかけた。浜に行かなければいけないけど死にかけてる。クロードは死の危機を知らない。イザナミ。おお、間に合った。敵の息はまだくじけていなかった。崖の上だ。やっぱ3カ所来ると忙しくなるね。どっちからじゃ。おお、もうバンバン切るより刺せって感じやね。
船がやべえ。おお、ナイス。的を射抜くぜ。やばい、浜が一人だ。間に合うか。おお、守った守った。お前は頼りになるな。いい。敵の新手が姿を現した。崖の上かい、行くぜ。まだ同時に3箇所攻めは来ないみたいやな。おい、刃が敵の急所を裂いた。崖崖、いた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 。おい、おいぞ。浜も来てるのか。じゃあ OK そうだな。おい、クロードにとって対峙できる敵などいないんだ。おー、ボーナス目標達成。おい、ナイス。復讐は何も。クロードは立ち上がり、風的恥を注ぐ。助かった。イオの勢は諦めることを知らない。ここか。死は彼方から敵の体を貫いた。頼もしい。よし、崖だ。やっぱ投げ物いいね、鉄ハウトいい。闇ガラス。おい、ガンガン行け。闇ガラス強え、相変わらず。おう、船まで来たぜ。うー、いや、しかしよくできたマップですね、ここは。向こうに寄っとこう。牛歩。豪の者がクロード目がけて崖だ。突き進む。ではねえぞ。腹を合わせるぞ。おお、センキュー。また崖に来てるね。
ティ。君はダメだよそんなことしちゃ。いい、何平然と急ってんだお前は。タゲルだ、いてぃ。おぉ、風のような人たちであった、いてぃ。おぉ、敵戦に物なし、明らかになったよ。おぉ、助かった。いい、樽が、あー、もう一個あるな。敵は次なる戦いに備えて陣を組んでいる。浜だな。お前は浜で死にました。うん、おい、崖だ崖、崖に行ってまいる。愛を誤たなかった。うわあ、ハマがまだいるな。ハマが、回復2人いたら楽だね。戦いはまだ始まったばかりだ。すごいことになる。おい、あわあ、急所を割いた。崖か。あ、船だ。船行ってくる。務めを果たした。あ、船二人いるわ。もう崖。崖行こう。二人いればこと足りる。おい、あれ、闇討ちできなかった。おい、クロード壁を膝から崩れ落ちた。膝並みの力よ。助かった。もう他にもおらんな。数が足らん。クロードには気の休む暇ますらない。船だ。マジで休みなしだよなこれ。もうご襲来。うわ、崖来たな。
彼方から静かに敵を葬った。やべえな、ここ片付けて早く行くかな。いてー。いやー、向こうもやべ、浜もやべ。おお、崖は防いでる、一人で。すごい。ただ助け出し行くぜ。おお、崖防衛した一人で。地獄に落ちろ。すごい。最後の敵を切ると辺りは静まり返った。倒せるぞ。かたじけない。クロードの戦いはまだまだ終わりそうになかった。ガードしてる暇なんかないぞ。ガンダン燃やせ燃やせ。きれいきれい。海でさえクロードにとっては敵なかった。吹き飛んでいった。崖、私は船行ってくる。一人で行ける。来てるね。鬼がいっぱいいるぜ。クロード、おお、使ってくれてたか。いてーいてー。おお、あぶねー。敵将樽が、あ、樽なんか復活してんな、これ。これでクロードを殺せると敵は固く信じている。けか。あ、船に来るじゃない。来るなら来なさい。うわ、飛び道具私1個しかなかった。ほいほい。うお、いた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 。おら、何逃げてんだ。やべえ。どこだ、まだ来るのか。ほら、2人できるんだ。あと1人任せろ。おい、ナイス。刃を合わせる前からクロードは勝利を悟っていた。
うわ。おお、H が復活した。いや、どこも落ちてないよ。力を合わせるぞ。この敵は退く気など微塵もないようだ。浜か。私はこれを用意だ。浜ぐらいならまだいけるでしょ。3人で。はい、崖。崖行ってきまーす。お、もう向かってる人いるね。やべ、船だ。一人で船守ってくるよ。爆弾がありゃなんとかなるよ。ほら、おお、もう早くも助太刀来てるね。早い。やべ、痛え、遠距離武器が。他にはおらんな。敵の新手が姿を現した。早いね、ピッチペースが。浜だ、浜。ちょっと待ってよ、これを貯めとこう。おい、船来い、やさい。来なさい。いいだ。うわー、やられた。まさか、油断した。センキュー。ういや、なんで？お、ちょっと。おい。うう。向こうか。崖だ、崖。崖を守るぞ。おお、ナイス。クロードはいかなる戦いであろうと備えを怠らない。浜だ、浜。おお、全拠点来たぞ。これは手も、もう船に行くしかねえ。一人は浜と崖はな、近いからなんとかなるけど。お、船に駆けつけてる人がいる。いてえ。
砲弾全く見えねえ。見て、クロードが満たされることはなかった。おー、ボーナス目標達成。崖か、崖だ。やっぱ殲滅力が違うね闇ガラスでガンガン倒していくもんな。力を合わせるぞ。助かった。戦いはまだ始まったばかりだ。浜か、違う崖だな。19ウェーブ。やべ、鬼だ鬼だ。うん、やべ、怖っ。いやー、浜は2人行ったな。船だ船。船を持ちこたえてくれ。いいえ。強すぎる。今ので最後まで行くでない。おお、かたじけない。助かった。お前は頼りになるな。おお、鬼が来て、キリってか、ボスか。クロードが相対した船じゃないか。犬だ。やべえ、刃の錆となりはず。向こう、うわ、ガンガン来るね、こっちも。うわ、消えた。いやー、なんだこの技。いてー、うん、やべ、お前らまとめていけ。いてぇ犬の爆発やべぇギレンでやられた。この借りは返せ。やったな。まだ行くでない。おぉ、アドラスト激しい方針玉、そうか、閃光玉もあんのか。
きの炎兵が向かっている。ほんまこのなんか2段階になるのどうにかしてほしいな。このせいで遅れてる。はい、よし崖行こう。船はまだ間に合う。先に崖だ。よし、オッケーオッケー。船行ってきます。船が結構やばいかも。まあまだ大丈夫か。いや違う、変なとこでロスしてもらう。いやー怖い。おりゃー痛いぞそれは。おやつすら。いいでと知って、クロードは腹を据えた。船だな船。痛い。なんだこいつ、あら私のあれはどこに投げたことになってる。もし任した崖に行かなければ闇ガラス。まあはまだ大丈夫ってか来てないな。おい煙玉の爆発物の強さったらないな。黄泉の国へと戻された。どこにいるんだ。ああそこ。すべて倒した。まだ行くでない。ううロードはさらなる戦いに備え。船だ。崖も行ったぞ。鬼だ。敵は己の真実が気がつかない。おいーナイス。おりゃー、いや闇ガラスの強さったらないな。羨ましい限りだぜこの火力。クロードは撫で切りにした。向こうだ。
か、毛が危ねえ。危ねえってことはないか。おお、ボーナス目標が達成できなかった。唯一か。どんな目標かも見てないけど。あー、危ねえ。鬼の真の像はゆっくりと動きを止めた。あやつか。今のが最後だよな。おい、まだ行くでない。助かった。24回目、あと2回。クロードの戦いはまだまだ終わりそうになかった。とりあえず崖か。おお、痛い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 。落ちろ。やべ。うわ、あぶねえ。あぶねえってばよ。とりあえず浜が。うわ、船まで来た。おるぜ。そうだ、闇ガラスで殲滅してくれ。行ってくる。危ないぞ。いけ。お前か、さっきから横から撃ってんのは。クロードはしばし力を合わせるぞ。うん、助かった。ラストじゃね。次、クロードの試練。クロードは決して倒れぬと。まずは崖。イオのたたり爆発する。ムクロ爆発するやつか。やべえな。犬の爆発もやばかったもんな。何が爆発してんだって感じやん。おいで。ほら、尋常じゃねえか。ずいぶな。クロードの兵具が的を射ぬ。いてえ。なんだあいつ、闇ガラス使ってるやん。やべ。やべえ。なんじゃ今の。鬼の命の灯火は静かに消えている。まだまだ残ってるよ鬼は。切りまくるんだ。プレイヤーとの接続が切れた。あ、誰かが切れちゃったんだ。かわいそう。敵勢機械を戦士でさえクローズの
前に敗れ去った。かたじけない。助かった。おお、最後までいけてよかった。この借りは返す。助かった。クロードはしばし勝利の余韻に浸った。だが新たな災いは目前にまで迫っている。おお、6個も入るんだこれ。あれだけで武器が手に入んねえな。おお、武器きた。うわ、全然倒してねえ。いや、闇ガラス強いよやっぱ。さあゆるりと伝承に耳を傾けてくだされ。おお、なかなか骨のあるコンテンツだな。ああ、風で飛剣か。まあいいね。飛剣があったら全然倒せるようになるんじゃないか。おお、鉄ハウ来た。ゴフ、攻めと、ああ、利益が出たのか。アングはね、これ、クナイがあるんですけどね。クナイより取り持ちだからな。効果範囲が、お？これいいね。今日はひょうたんか。ひょうたんって言って回復薬。もうちょいだな。もうちょい。あ、でも全部100台に乗ってきたね。ようやく。自動回復が105がなかったのか。あ、あるにはあるのか。いや、まだこっちの方がいいな。はい。だいぶ来たらしいな。これでいいか。おお、なかなか面白かったっすね。息つく暇もないっていう感じだけど、協力できてね、いいね。やっぱ対馬のこのゲームをね、マルチでできるっていうのが本当最高ですよ。ということで、今度はちょっと次のやつ、クシのね、次のやつやっていきたいと思いますので、お楽しみにお待ちください。それではまた。